ソウル米への海戦は1672年6月7日に発生した第三次英乱戦争の最初の海戦である。軍艦75隻、乗員2738名、砲4484門で構成されたネーデルラント連邦共和国の艦隊は、ミヒール・デロイテル、アドリアン・バンケルとミレム・ファンゲント・テトクラに率いられ、ソウル米で停泊中であった93隻。 34,496名、6,018門のイングランド・フランス連合艦隊を奇襲した。ヨーク港ジェームズとジャンデストレ中将は、オランダの港湾を封鎖し、北海からオランダ商船を締め出そうと計画していた。オランダはまずメドウェイ側襲撃の勝利を再現しようと、ファンゲント帝督率いるフリゲート戦隊でテムズ側を奇襲したが、シーアネス要塞の防備が以前により、 強化されていたため成果を上げられずに終わる。また、オランダ艦隊の本隊は、連邦の5つの海軍本部の足並みが揃わなかった、ために到着が遅れ、イングランドとフランスの合同を阻止することができなかった。しかし、連合艦隊もオランダ本隊の動きには気づかず、ソウル米で補給を行っていた。そして6月7日早朝に、オランダ海軍は、風上から接近し、 連合軍を奇襲する。これを受けて、フランス艦隊は、意図的なのか偶然なのかは不明だが、イングランド艦隊から離れて南下し、結果的にバンケルトの15隻と遠距離砲撃を交わしただけだった。しかし、オランダの70門艦フロー人間の砲撃を受けた、ラベスニエール教の機関、シュパーブは激しく損傷し、帝徳自身も戦死している。 フランス軍全体の死傷者は450人であった。残りのオランダ海軍の前衛と中央はイングランド艦隊と交戦した。特に後者の攻勢は激しいもので、ヨーク港はプリンスからセントマイケル、さらにはロンドンへと2回将機を移さねばならなかったほどである。デロイテルの機関でゼーベンプロビンシェンには海軍委員のコルネリス・デウィットが乗っており、看板上の椅子に座って、 戦況を眺めていた。彼の護衛の半数は戦死したが、デビィットは決して甲板を離れなかったと言われている。エインドラクトのアートファン、ネステイトクは、最初、エドワード・スプレージ中将の機関ロンドンと、次に、ロイヤル・キャザリンと交戦した。ファンネスは校舎を降伏させ、艦長を捕虜にしたが、オランダの捕獲要員がブランデーを発見して、泥酔したために、 イングランド兵に奪還された。フランスの機関さんフェルペサンドウィッチ伯爵、エドワード・モンタギューの機関ロイヤル・ジェームズは最初、ファンゲントの機関ドルフェインの猛攻を受けた。ファンゲントは、メドウェイ川襲撃の実行者でもあったが、ソウルベイでは、砲弾の破片に当たって戦死した。そのためアンファンブレーケル艦長のグロート・オランディアが、ロイヤル・ジェームズ攻撃に当たり、1時間以上にわたって、 砲撃を浴び続けた。サンドウィッチ博は幸福を考えざるを得ないような状況に陥ったが、彼の誇りは癒やしい生まれの艦長に投降することを許さなかった。サンドウィッチ博は指揮下のスループに命じて、グロートオランディアへの切り込み隊を組織し、ファンブレーケル艦長は殺到したイングランド兵に対処するために退却せざるを得なくなった。その後ロイヤル・ジェームズは漂流しているところを、 数隻の河川に襲撃される。河川のうち二隻は撃沈されたが、ヤンダニエルスゾーンファンデン、レインの指揮するフレイでは、イザークスビールスの機関オリファントに守られながら、接近したために、ロイヤル・ジェームズ攻撃に成功する。カムは激しく炎上し、サンドウィッチ・ハクと向こうのフィリップ・カートレットを含む多くの、将兵が戦死した。白車ク,クラは救助のスループに逃げ込んだが、 パニック状態に陥った水兵たちの重みに耐えきれず、艦が崩壊して溺死したのである。サンドウィッチ博の遺体は岸に打ち上げられたが、焦げた衣服でしか身元を確認できなかった。夕方になると、風向きが変わり、イングランド艦隊が、風上側となる。このため、オランダ艦隊は引き上げていった。両軍の損害は大きかった。オランダ側も54四門艦ジョシュアが沈没し、 48門艦、スタフォーレンが捕獲され、さらにもう一隻が帰国直後の修理中に爆沈した。戦闘は日没と共に決着がつかずに終わり、双方が勝利を宣言したが、イングランド・フランス連合軍の封鎖計画を頓挫させたオランダ側に正当性があると考えられている。その後、エーラン艦隊は、翌1673年のスホーレベルトで再び戦うことになる。 ありがとうございます。